公益社団法人日本技術司会は技術士で構成する公益社団法人。1951年に社団法人として設立2011年4月11日に公益社団法人へ移行。技術士及び技術者の倫理の啓発に関する事項技術士の資質向上に関する事項、技術士制度の普及、 啓発に関する事項技術指法に基づく試験及び登録に関する事項技術士の業務開発及び活用促進に関する事項技術系人材の育成に関する事項国際交流及び国際協力活動並びに国際資格に関する事項科学技術を通した社会貢献活動に関する事項科学技術についての行政施策への協力及び提言並びに 調査研究に関する事項前覚悟に掲げるものの、他、本会の目的を達成するための事項事務所周辺に、研究会を開催するための会議室を保有している。部会以外に、各種研究会がある。研究会の案内は、会員にはネットで案内を見えるようにしている。特定の部門の研究会でも、他の部門の参加を認めている場合がある。ありがとうございます。